久しぶりですありがとうございます来てくださって <laughs> そうなんです先ほどサーヤさんの、はい、サーヤさんを見させていただいてはい <laughs> 壇上に上がらせていただきましたはい8位の人です <laughs> 8位の人です <laughs> よろしくお願いしますはい本当にいや実は 今日サンヤさんに会っもともとねもともとサンヤさんに会っててあの配信では2度目ましたなんですけど <laughs> 実は許さんさんとお会いする機会があってねお会いしたんですけどはい実は先ほどの配信が2度目でした今日そうなのよいしょよいしょ 本物にも本物にも画面越しじゃなくて会ってきましたいしょよいし,ょよいしょこんばんは久しぶりの方が多いのかなえー、今日もさやさん綺麗でしたよ めめちゃめちゃゃ綺麗でしたよ。<laughs> 伝えられない伝えられないくらいはい綺麗で綺麗で綺麗でした。あ手いいって切ってくれてありがとうございます。よいしょ。そうなんですよいしょ。ありがとう。ちょっと準備しますね。こちら貼り付けたいんだけどさよいしょ。 ね、本当に。<laughs> サイヤさんサイヤさんルームではありがとうございました。あ、ありがとうございます。綺麗だよってありがとうございます。そう、何時もおしゃれさん。本当の何時もおしゃれさんです。本当ですかね。おしゃれですかね。やばい全然です。本当に。今日の今日のお洋服ありがとうございます。 まあいつか見れますよ今日のお洋服もちゃんと <laughs> ちゃんと見れる時は来ると思います今日のお洋服もはいゆきちゃんに会いたいわえぜひぜひあの機会があればお話ししたいです大きいリボンだそうそうリボン大きいんですよいしょ初見ですそうありがとうございますちょっと貼って貼りますねちょ,ちょっと貼っちゃって やばいいかもしれないパンケーキ見てよとありがとうございますそうですあの昨日ね昨日スイーツ部さんの方の YouTube が公開されたのでもしよかったらスイーツ部さんの方の YouTube を見ていただけたら嬉しいなって思いますちょっとネタバレにはなっちゃうんですけどもう早速ねお話ししたいことがあってはいあのつぐみさんつぐみさんとはガチであの ガチの先輩後輩なんですけどはい <laughs> 皆さんにねずっとずっと言いたかったことなんですけどそうなんですずっとずっと皆さんにお伝えしたくてでもなかなかねあの言う機会がなかったんですだからお伝えできなくてずっとずっと黙ってたんですけどはいそう本当にリアルな先輩後輩関係でもともと つぐみさんとこうお話ししたこともあったしそうなんです何度か関わらせていただいたこともあってあのまあこれも言っちゃっていいのかな,なんかあのオーディションその受ける時もあのちょっとこう <laughs> あのこうはお話しというか <laughs> したこともあってそうなんです。 一つ違いですねそうです一つ違います年は私の方が一個下ですねだからもしかしたらなんかその中えー、っとですね高 3? 高校3年生の時に私は受けたんですよこの3期生のオーディションに高校3年生の時に受けてその時は あの進路でめちゃめちゃ悩んでいた時期でその時にあの将来アイドルをやめた時のことは考えてますかっていう質問をしたんですけどそしたらすごく丁寧にあの連絡を返してくださってそれで私はこの3期生のオーディションを受けようって決めました。 だからもしかしたらここにはいいななかかったかもしれないです <laughs> つぐみさんがちゃんとしっかり返してくれたからこうここに今こうしているっていう, <laughs> そうだから本当にもう感謝しかないですしめちゃめちゃそうですね。 もう本当にもう一緒に短いちょっと短い期間でしたけどそう一緒にねあのこうお仕事もねできてそうまさかねスイーツ部さんで一緒にお仕事ロケロケ行けるなんて思ってなかったのでそう嬉しいですね。 本当に本当に。<laughs> そう、優しいです。本当に。つぐみさんとは高校じゃないですね。中学ですね。高校は違いますね。<laughs> ねえつぐみさん。はい、との関係はそういう感じでございます。<laughs> もともとでも2期生さんの時もあの。受け 受けてたのでその時もちょっとお話ししてたんですけどねそうですねそう,そうね本当にあ初見ですそうありがとうございますこんばんは見に来てくださってありがとうございます 最近朝配信してるから「こんにちは」とか「おはよう」って言いそうになる「ハッシュタグおもらブ不足」もありがとうございますちょっとテロップ打とうかなちょっと待ってねえ今さどこあのイベント期間中なのかななんか星集めに来てくださる方多い気がする <laughs> そう 出身が新潟市内だとバラしていいるようななものじゃないかえでも私だってツアーの最初に言いました「新潟県新潟市出身芝野由紀です」<laughs> って言いましたもうもはやすでにもはや既にバレているかと思っていましたがはい言いました <laughs> 言いましたよね言いました言わせていただきました <laughs> もうすでにバレているんですはいこんばんは今日もめっちゃ可愛いネタありがとうございます本当にありがとうございますリップいい感じですかありがとうございますありがとうガチャガチャあるねガチャガチャありますねそう言ったんです全然全然大丈夫ですもうもともと言ってました <laughs> そうツアーの時に ねあなたはとても美しいですありがとうございますえあの海外の方かなセンキュー新潟そうそう市内でも広いんだよね今回ね私のアバター出ますかね出るように祈っておきますねハッシュタグありがとうございますそう昨日さ夜配信すればよかったなってめっちゃ思いました朝朝だけ配信したんですけど昨日そうでもね そう朝夜も配信すればよかったラブリーください <laughs> ラブリーくださいってなんだろうラブラブリーラブリーってなんだろう <laughs> ラブリーってなんだろう <laughs> 困った時のハートなんだけどあ <laughs> そう昨日ね夜夜ねすればねかわいいかわいい髪型を見せてあげれたのにかわいい髪型見せれなかった <laughs> いややろうかなって悩んで 昨日の夜実は昨日の夜実は <laughs> サンキューって <laughs> よかった合ってたんですかねそう昨日の夜もね配信しようと思ったんですけど悩んでやめました10 11時で夜が23時か23時だったからちょっとやめちゃいました「こんばんは」って見に来てくださってありがとうございます「ハッシュタグお学ぶ不足」もありがとうございますそう昨日悩んだ結果やめちゃってそう本当はねお見せしたい髪型が <laughs> <laughs> そうあったんですよねそうなんだけどちょっとしかもでもね今日の朝はね結構ねあの早かったからね今日の朝めちゃめちゃ早かっためちゃめちゃって言ってもそんなに何なかあの一過去一早かったわけでもないんだけどでもそう早かったかな今日もうねあの <laughs> お腹いっぱいゆき <laughs> ちゃんこんばんはかなこんばんは見に来てくださってありがとうお疲れ様ありがとうございます <laughs> さっきあのいただいたお菓子を食べたし <laughs> お腹いっぱいですね <laughs> 過去いちは何時起き過去いちはあの寝てない <laughs> 過去いちは寝てないですねもはや もはや寝、ね、なかったずっと起きてた絶対次の日起きれないって思ってずっと起きちゃいましたアフォローしますねってありがとうございます本当にありがとうございます何でそんなに可愛いのいや可愛いくはないですよ全然 いやねこんばんはにな、こんばんはがさ、後半はになってたよね。あの、気づいたんだけど、こんばんはって読んじゃいました <laughs>。オールそう、オールなの。顔、何顔、顔強いえ、ほんとですかありがとう。今日カヌレ食べたらいいな。ゆきちゃんの生誕 T シャツまだ届かないかなまだ、まだ届かないかなまだ、まだ届かないかな <laughs> まだ届かないかな さやさんとコラボ配信はいできるといいですしたいんですつい最近だったよなってこれはあー入れ替えると同じなので絵を勝手にえーすごいですね確かに逆 <laughs> すごい確かにありがとう言われなかった気づかなかった全然ハッシがありがとうゆきちゃんとおそろいのくまさんのスウェットえ学校に来ていたんですか 嬉しいゆきちゃん一番回ありがとうございます。ハッシュタグありがとう。お疲れ様そう宣伝。下旬くらいに届くらしいんだ。えー、そうなんですね。そうなのですね。ズ <laughs> ルいってきた。私の、私の T シャツですね。こちら。ハッシュタグありがとうございます、うん。こんな感じになっておりますね。こんな感じかな。じゃじゃん。すごいよね。めっちゃびっくり。ちゃんと、ちゃんと自分。 <laughs> ちゃんと自分って何だろうこんばんはかわいいありがとうございますこんばんは見に来てくださってありがとうございます「んんますハッシュタグおもら部不足」もありがとうございますいつか着ていけますよね,ねいつか着てきてくださいこんばんはこうそうああ飛んじゃったこんばんはゆきちゃんとお揃いのクマの生徒来たらパツパツ <laughs> 嘘パツパツでした大きいめっちゃビッグサイズにしたかったサイズ大きいねってそうなんですサイズ大きいの濃厚接触者 当分自宅と行きそうなんですね。セせンんでいただくの楽しみ。こちらはですね。なんと7ターン7。な,な,んんな,な,んなんとえー、l サイズでございます。<laughs> もらったからね。あの l サイズでした。もらったものは l サイズでした。 今週ゆきちゃん生ータンティ届いたら来週のああ来ていきたいありがとうございますセータンティね楽しみって安定のオーバーサイズいやこれ私がね選んだわけじゃないのよ <laughs> 私私が選んだわけじゃないのよさすがにさすがにあの <laughs> こっちでお願いしますなんて偉そうなこと言えないじゃないですかそんなそんなさそんなこんなこんなど新人 <laughs> こんなど新人が生意気な口聞けないから 1>, 1月22日オンラインおしゃべり会であ本当ですか来てくださいますかちょっと楽しみに待ってますねありがとうございますゆきちゃん来たらほぼワンピースやそうなんですよねそうほぼワンピースなんですよねきっとうんきっとそうなんですね T シャツね <laughs> T シャツ欲しいって T シャツぜひ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 はい初見ですさありがとうございます笑ってそうドシンジン履いてますって ねそうなのかないやどうなんだろういやでも結構いや入ってますって言われるレベルではない気がうーん言われるね <laughs> 仕事前に来ちゃいましたあありがとうございますお仕事あるんですね頑張ってくださいこのルームでピンクのなんだピンクのピンクのボールウォー <laughs> ボールウォーボールウォー新潟めっちゃ寒いってね新潟めっちゃ寒いですよね めちゃめちゃ寒くてびっくりしちゃいましたほんとにそう確かに冬はね重ね着しますねそうめっちゃ寒いですよね新潟ほんとに長岡の方行ったら雪たくさんありますよねきっと次のおしゃべり会まで1ヶ月切ったほんとですかほんとだそういえばほんとだわ三条はあ三条のやっぱり上の方とか上の方かなで行くと積もるんですね そう、明日でもね。着るのはちょっとな。新潟降ってないですね。雨とかは降ってるんですけど、雪じゃないですね。もう70日もショールームやったの？そうです。もう70日を経過しちゃいましたね。ね長岡真っ白ですか？本当ですか？このルームでピンクのボール投げたら粉々が当たったあ、本当ですか？あ,あ、<laughs> あれ？ゆうはちゃん、ゆうはちゃんじゃん。 いいないいな東京なのに朝の気温が新潟と一緒で寒すぎるえっほんとですか寒いなそれはそれは寒いぞ新潟ほんとに寒いもう寒すぎて寒すぎてやっぱさ髪を下ろしてるとさそんなにあの寒さ防げるんだけどさ <laughs> 髪の分寒さを防いでるんだけどそう京都も寒いですかえ本ほんとですかそっか寒いのか 今ちょっとちょっと通知が <laughs> ちょっと通知が来ましたつぐみさんだつぐみさんつぐみさん <laughs> つぐみさんからの通知が今日はお誕生日ですねおめでとうございます <laughs> おめでとうございますここでこの場を借りて <laughs> はいまあ送らせていただいたんですけどおめでとうございます「ハッシュタグおもろ部部作」ありがとうございます マフラーみたいな匂いそうね髪ないから寒い配信見てないと思いますよ配信は見てないと思いますいやあの今通知が来たのでね LINE の通知が来たのでおめでとうございますって言ってみただけで配信は見てないですねさすがに黒髪のストレートかなんだおお黒髪のストレートをって <laughs> おおお よくシが飛んだ。こんばんはって見に来てくださったありがとう。そうですね、二十歳なんですよね。お仕事終わりましたってお疲れ様です。お仕事お疲れ様。愛されてますね。<laughs> 愛されてますね。ありがとうございます。本当に。まあもともとね本当に本当の先輩後輩なので <laughs>、ね、もともとねお誕生日は毎年お祝いさせていただきました。ハッシュタグおもらぶ不足ありがとうございます。 オフラインオフライン当選しました本当ですかお,お話できるのですねじゃあちょっと待ってお待ちしてますね楽しみ <laughs> 嬉しいそれはありがとうございます本当にもしよかったらあのお時間あれば皆さんも私と2人だけの特別な濃い時間を過ごしませんか <laughs> もしよかったらあのお話ししたいなって思うので はい、ちょっとでも気になるよって思った方はぜひよろしくお願いします中学の頃からの付き合いってことは何年何67年6あれ違うな5年かな5年ですかねだって私が1年生の時2年生の方ですから5年ですかねでも今年合わせたら6年になる6年になるんですかねはい <laughs> はいモバメの写真女優さんみたいだってそうなのですか <laughs> そうなのですかオンライン撮っちゃいました本当ですかじゃあちょっとたくさんお話ししましょうあのできればねあの話ししかけてもららえたら嬉しいですあのおどおどされるとこっちもおどおどしちゃうのであのもし話すことがなかった場合はあのなんか話すことないって言ってくれたらあの 私が話題提供するので、はい。もしよかったら <laughs>、言ってください。そろそろ決済のメールくる <laughs>。すごいなんか、リアルなコメントが。こんばんはって見に来てくださってありがとうございます。そうですね、今年でそうかも。初 <laughs> 見ですよさ、ありがとうございます。学校からね、確かに同じですもんね。ギリギリ年、ね、内にせ、ねえ、よかったですね、ほんとに。他のメンバーさんには何すぐいた。ああ、え、なんか、でも、 そうですね最初の頃に多分みんなにみんなに別に言い,い,い,いふらしたわけではないけどなんかその「なんで仲いいの?」みたいな時には言ったかもしれない「頑張ります <laughs>」「ゆきちゃん連」で「おどおど」って何だ何だ何だ星になっちゃった私があわあわしたらゆきちゃんもあわあわそうですね あわあわといいうか喋らなくなくっちゃいます <laughs> 話題振ってみたいなはい言っていただけたら毎回おどおどしてすま <laughs> 確かにでもなんか毎回ね確かにねおどおど中学校の先輩後輩がアイドルの先輩後輩になっちゃうとね本当に。 不思議な感覚ですハッシュタグおもろぶ不足ありがとうございます使ってくださってありがとうございます話せないとで見つめてますあそれでいいなら全然見つめ返します緊張して自動になるかも大変それ初見のレナレナですあ初見さんありがとうございますコメントしてくださってあのぜひあのよろしくお願いします <laughs> ちょっと慣れてないちょっと対応に慣れてなくなっちゃった面識があったわけそうですね 毎回おどおどしてすみません全然全然緊張しかしないえですよねなんか本当にね緊張緊張しましたよね <laughs> 本当にあにこちらこそねうまくあの話せなくてあの本当に申し訳なかったのでもしよかったらねあの,あの何ですかね話,話すことに詰まった場合はあの話題くださいって言っていただければ。 <laughs> なんか提供します <laughs> むしろ回を重ねて時間え、足りないですよね本当にわかりますなんか時間ね本当に足りなくてびっくりしちゃいます最後の方急に終わっちゃうっていう <laughs> ハッシュタグありがとうございますこんばんはって見に来てくださってありがとうございますはいんですこんばんはってこんばんはちょっと緊張してんですみません全然です話題ね私も用意しますこちらこそよろしくよろしくお願いしますじゃないですけど本当に <laughs> まだまだそのくだりありましたか <laughs> はいちょっと髪型を変えようと思ったんですけど よいしょとりあえず最初は自己紹介しますお願いしますぜひ自己紹介大切 <laughs> ハッシュタグありがとうゆきちゃんやッホーって来てくださってありがとうございます毎回7秒のえ本当にそうですよね次はシングルのだからそうお時間がねそう短くなっちゃうんですよね詰まったらとりあえず <laughs> ゆきちゃんかわいいだけあ全然 OK です何か何かあの言ってくだされば <laughs> でもかわいいの返しちょっと困っちゃうかもしれない困困り こまコ,コマリンかもしれない <laughs>。はいえ、ちょっと待って。今今の時間分かったりします。唐突な唐突な。突な今の時間分かったりします。ちょっとあの。 時間分かりますあありがとうございます。分分でですすす。かおーこまりん笑っって <laughs> こまりん。ちょととそれはこまりん23分ですね。ありがとうございますじゃあちょっと30分になったらもう1回教えてほしいです。ごめんなさい。30分くらいに終わろうと思ってて。会えるだけで嬉しいですってありがとうございます。あ時間で溢れちゃった。ありがとうございます。初見ですありがとうございます。あの時間ストップでお願いします。<laughs> 一 <laughs> 人の方かと思ったらみんなみんなが言ってくださった <laughs> みんなからみんなから言われちゃったあゆきちゃんって来てくれてありがとうありがとうありがとうよいしょ今来たばっかり言ってごめんね本当にもうそろそろ終わっちゃうんだよねそうなの30分ちょっと過ぎに終わっちゃうかな了解ですありがとうございます本当にえどうしようえちょっと ツインテールしようと思ったんだけどちょっと一回これで一回これでスクショお願いしますオフラインだと最初はあそうですねあの名前言ってくれれば全然でも大丈夫ですマジで毎日可愛くて助かる助かる <laughs> そういえば久々にゆっくり見て見れてるかもありがとうございますあありがとうございますはい6時半で終了ねふむふむってありがとうございますゆきちゃん今日はおきれいですねありがとうございます じゃあちょっとちょっとこここれこのこのこの髪型で一回あのスクショお願いしますできたかないい感じ撮れたかな昔何さやさんの配信でななのそうなんですねよしやば やサーヤさんのアバター当たりましたってずるい私サーヤさんのルームであのガチャ投げたのに当たらなかったサーヤさん当たらなかった悔しい悔しい分かんない多分当たってないサーヤさんよいしょ元気を高めにしよう 壇上上がったたっって聞きましたそうなんですよね壇上,上がっちゃったんですかわいすぎて仕事戻れない戻ってください <laughs> 戻ってくださいそれはもう戻ってください是非全然私なんて私なんてあれです明日もあります明日もあるのでね是非あのお戻りになってお仕事頑張ってください8位さんそうなんです8位でした8位だったのです 仕事しながら聞いいててます頑張ってくださ嫌です嫌です, <laughs> いやですよいしょそうサーヤさんの配信でねちょっと壇上にね登らせていただいたんですけどちょっとねはい嬉しいサあヤさんが推しメンですかサあヤさんとあの中井梨花さんなんですけど そうですね <laughs> そうですねもともと中江梨花さんが好きだったんですけどあのサーヤさん課金課金したんいやしてないですなんかチャレンジみたいなとこで。 <laughs> チャレンジみたいなとこでもらってあと星星をあの2周しました <laughs> お星様お星様をあの集めてきました他のルームに行って <laughs> 他のルームに行ってお星様を集めてきました必死のはいよいしょ ゆきちゃんアバター出て男の子だけどほんとなよいしょよいしょよいしょ <laughs> ガチ勢じゃん確かにえそうカウントカウントしなかったんですカウントしようかなって思ったんですけどちょっとカウント反映されたら恥ずかし恥ずかしいなと思ってちょっとカウントはしなかった <laughs> なんか間違えてさ間違えてミスってさなんかミスった感じになったらちょっと嫌だったかなちょっとやめといたちょっと間違えた時の恥ずかしさが <laughs> あってやめちゃったゆき <laughs> ちゃんに読まれることが,生きがいきかい嘘 <laughs> あーかわいいありがとうございますできましたさっきさやさんの、ま、見てましたか本当ですか私も見てましたウインクねウインク <laughs> あそうそうそう2324みたいのそうめっちゃ恥ずかしいからそうそうやんなかった今アカウント表示されあっされ,てされないですされないですよされないですけどそうそうそう1516とかねそうそうそう本当に <laughs> 51とかねそう本当にあ29分ありがとうございますじゃあちょっと45分に終わりたいと思います <laughs> 45分に終わりたいと思います <laughs> はいはい1204とか絶対ない間違い <laughs> 1204は絶対ない間違い <laughs> そうサンヤさんにゆきちゃんコメントしてくれてえらいと言わせることができてよかったねえ本当にあにたまにコメントしないで見,見,見てる時ありますけどえどうしよう15分延長かねもうね19時までやろうかなって思ってるんです81くらいまでカウントしてる人みたいな <laughs> 嘘恥ずかしい 延長というかもともとね19時までってあの言ってあるんですよもともと19時までの予定なんですけど <laughs> まあ短くしてるっていう方が正解なんですかねは <laughs> はい短くしてるっていう方が正解だと思います私の配信は <laughs> だいたい30分とかで刻んでるやつはあ配信短くしたのかなみたいな <laughs> はいちょっとそうですねお腹はねお腹ね今日今日ね今日お腹はそんなに空いてないんですよね今日おいしいもの食べたお肉のお弁当を食べたんですお肉のお弁当を食べてあのご機嫌 <laughs> すっごい美味しかったえもうなんかなんか金のなんか中の中の色が 中の色っていうかな中のあのあ箱箱っていうの,あの入ってる容器か容器容器がなんか金色みたいな <laughs> あの黒黒と金色みたいなうん美味しかった何を食べたんだろう私は <laughs> 美味しかったそうなのそうめっちゃ高級感あるあれだったんだけど何を食べたんだろう私めっちゃ豪華そうえめっ めちゃ豪華だったと思うめちゃめちゃ美味しかった何を食べたんだろうって思うくらい美味しかったんだよね <laughs> 初見です可愛いですねってありがとうございます本当にそんなそんなありがとうございますちょっとあの鼻らへんをハイライトで飛ばしたいと思いますこんばんはってこんばんはどこ牛だろえどこなんですかねめちゃめちゃ美味しいのを食べた <laughs> めちゃめちゃ美味しいのを食べた記憶はあるんですけど そんなんんなな言われたたたらら夜夜にかてやはおお肉肉をを食食べべくくだささい、はいもしよかっっここにいる皆たことででししょうなのでもしよかったら皆さん今日ははお肉ににしましまょうう <laughs> 勝手に決めちゃうこんばんはあ教中だったたんですねじじじゃあダメだだちょうど肉の予定だった本当同じ同じとって、ね。 こんばんはって見に来てくださったありがとうございます今日はこれで配信えー、ちょっと悩むんですよね今日これで配信終わりにしようか悩んでますゆきちゃんこんばんはってこんばんは見に来てくださったありがとうございます Thank you。おそろいっておそろいですねステーキあそうそうステーキ弁当っていうかなんか焼肉弁当焼肉弁当お肉のせん、ね、で今日どうしようかなって悩んでます配信おツインテールそうツインテールなんです今日そうもう餃子買ってきちゃったわーでもまあまあギリお肉 推しというかその会話ができないできないね肉の何肉の餌巻き始まった決めてくれるの助かるほんとラーメンあなんかラーメン食べた人かぶってるぞ一緒に食べてきた仲よしだな <laughs> 勝手に一緒に食べたことにしちゃう <laughs> 絶対一緒に食べてないねゆきちゃん食べましたか ゆきちゃん食べましたか夜ご飯はまだ食べてないですよお肉のお弁当はお昼に食べましたおに肉高いの美いしいおい <laughs> しいですよね肉はねそう常に食べたいツイに食べるかわいいがと一生は草って <laughs> お二人で食べに行きましたか <laughs> なんかだってさ2連続だったからさ同じ場所から売ってんのかなって思うくらいなんかみんな,なんか2人してぴったりな回答だったけどラーメン食べましたラーメン食べちゃったみたいな <laughs> 同じやんって ツインかわいすぎありがとうございますちょっと勝手にメイク始めちゃうんですけどちょっと勝手にもうもう夜なのにもう夜なのにうんたくさん食べて早く大きくなる <laughs> 大きくもう肉しかったんほんにね肉しかかたん「ね、たんハッシュタグラブタンズ」<laughs> 仲「仲良し」「仲良し」「仲良し」「違うよ」<laughs>「違うよ」って言われちゃった違ったらしいです もう肉しか勝たん本当にね肉しか勝たんよね本当に私も肉しか勝たんえガチでえなんか焼肉屋さん行ったら私あの白米も頼むんですよの白米必須絶対白米は頼まないといけないってくらい白米いっぱい食べますしかもね波とかあの普通に普通に多い感じの量の方を食べる なんかこそう白米そう白米と一緒に食べないとすすあのダメ <laughs> ダメって言ってわかるよ本当そう白米大事そうそうライスは必要お疲れ様ですってお疲れ様ですそう白米重要ご飯にそうそう本当に、そう焼き肉ガチでって <laughs>「ありがとう大盛り」って大盛りはさすがに頼んだことないんですけどでもね 波,波普通に足りないなって思っちゃうお腹空いてきたそれな私もお腹空いてきたこんな話してたらお腹空いてきちゃったご飯大おりだってスイーツ部の頬張り方見て大食いなの分かったよ <laughs> やばいやばいそれはあナムルねナムルと一緒もいいですね休養で落ちますバイ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 見てくださってありがとうございました本当にちょっと待ってね今前髪セットしてるからさちょっと読むの時間かかるんだけどちょっと前髪だけセットさせてね よいしょあいい感じあらいい感じそうごはんごはん派ですかねごはん派っていうかそう焼肉焼肉は絶対ご飯も一緒に食べちゃいますよいしょちょっとえめっちゃいい匂いする前髪めっちゃ前髪いい匂いするんだけど <laughs> 自分で前髪いい匂いするっていう人なかなかいないよねなん,かなんか今日前髪いい匂いする よいしょ。やばい巻きすぎた。ごめんねごめんね。<laughs> 食券さんこんばんはってこんばんはコメントしてくださってありがとうございます。よいしょ。よいしょ。よいしょ なんだっけそうだ焼肉か <laughs> 焼肉の話か今日の前髪ね多分これだからだと思う前髪の匂いはこれです前髪の匂い届けてください前髪の匂いこれですね、えー、オーシャントリコオーシャントリコヘアスタイリングユニバーサルハードスプレー <laughs> はいめちゃめちゃいい匂いしますこれめっちゃいい匂いしますよめっちゃいい匂いする <laughs> めっちゃいい匂いする出た緊張るそう緊張る緊張るですもしよかったらもしよかったら買ってみてくださいはいはい <laughs> はいはいめっちゃいい匂いします やばい仕事してて出遅れたって全然大丈夫ですよあともうちょっと時間あるはず多分ちょっとよいしょよいしょいしょいなんかこれ以上触るとやばくなりそうだからやめておこう <laughs> これ以上髪触ったら変なことになりそうだからやめておこう えー、ちょっとフランスのねフランスの国旗みたいだよねめっちゃかわいいんですこれ「37分です」っつってじゃああとあと23分くらいあります赤い蓋じわる本当だ赤い蓋隣に置いてるなんか白飛びしてさ画面越しの自分とさ鏡越しの自分が違う髪サラサラって全然全然全然ですよ うん、最近枝毛もすごくてさ全然よあ髪サラサラってくるありがとうございます本当に「ゆきちゃん今日も可愛いね」ってありがとうございます本当にちょっとついさっきついさっきあの可愛くなりました <laughs> そう切りに行けてないんですよねそうなの。 そうなんだかんだで19時までそうです19時まで配信しますいつも前髪なあいつもなんだ髪切れありがとうございます髪そんなに綺麗じゃないよいつも可愛いですありがとう昨日からの盲番目撮り始めてよえ本当ですかありがとうございますちょっと私ねあの更新頻度が夜というねあまりあの更新頻度高くないんですよね更新夜なのでちょっと今言い間違えた <laughs> よいしょ よいしょよいしょありがとういつも可愛いですありがとうございますちょっとこれどけますね <laughs> これちょっとどけますねちちちえー、ちょっと何,何の何の話しよう <laughs> キャップの面積って言われたここに星もらいに来ると星なくなる <laughs> 星なくなりますあちゃんとちゃんとそういうことですねあら嬉しい <laughs> あら嬉しい <laughs> じゃあちょっとここに星ぜひ 集めに来てください <laughs> 泣くそう泣くそうよいしょなんか前髪変だ宇宙と何更新してそう <laughs> どういうこと昨日の返信何できてないかな昨日の返信できてないですかちょっとお待ちしてますよよいしょスイーツ部見ましたってありがとうございます本当に見てくださいましたか嬉しいありがとう ありがとうございます本当に星が欲しい <laughs> 星が欲しい <laughs> 待ってねちょっと今バッチバッチにメイクしようかなでもまつげね上げてないんだよね今あの下がってきちゃったまつげ午前中にメール来るとレアで声出る <laughs> 確かに確かにそうかもしれないよいしょあ上がった <laughs> 誤差誤差すぎて誤差だねスイーツ部ってそうですスイーツ部ですぜひあのスイーツ部に動画が上がっているのでご覧くださいませ絶対ねあの今日中に100万回ね今日中に今日中に一人100万回見てくれないきゃダメだからね <laughs> 絶対無理 <laughs> 今日中に100万回見たら何日かかることやら はい、そのくらいたくさん見てくださいねよろしくお願いします津波さんとのねそう慎重さがね本当にはいいやいやそんなそんな日向さんははいエースですね本当に日向さんが「<laughs> 圧が強いんじゃ」ってそのノルマはいノルマ1人100万回でお願いします <laughs> はい お願いしますね合計じゃなくてですはい一人でです <laughs> はいそのくらいの気持ちでお願いしますね皆さんはいぜひぜひたくさん見てくださいね1日200万回えなな、なんですかい,いきなりいきなりの1日200万回って <laughs>。はいぜひねたくさん見てください あと、ネコログの方もね、猫ログの方も載ってると思うので、はい、ネコログの方もご覧になってくださったら嬉しいです。どこで見れるんですか ?YouTube ですね、公式 YouTube の方に、あの、多分新潟スイーツ部って、あの、新潟スイーツ部って検索していただけたら出てくるかと思います。多分 <laughs> あの、はい。ぜひぜひ。 ネコログは見ましたか本当ですかネコログの方も「ネコログってあの調べるとね出てきてくださいますのでぜひもしよかったらぜひね見てくださいぜひが多いな <laughs> 自分の口癖ぜひ <laughs> かもしれないやばいやばいはいあ確かに一人100回ならねネコログも毎日毎日見てますかやばいな こたつに入ってたのがゆきちゃんですか？<laughs> 違いますね。こたつちゃんとレポートしてたのが私ですかね。ネコログ可愛すぎてありがとうございます。そう、はるちゃんとも身長差あるんですよね。多分ね。つぐみさんとよりはるちゃんとの方が身長差があるのかな。これから何日寝れないことか、本当にこんばんは。って見に来てくださってありがとうございます。こんばんは。ベルちゃんの配信終わって再びあルアちゃん配信してたんですね。ネコログ見てよありがとうございます。ネコログは毎週見てます。ありがとうございます。本当にルアちゃん配信してたんだ。 ハトシリ、<今> <laughs> お疲れさまであち、可愛いなとありがとうございます。親子かなってくらい身長さあったよね。そうなんだよね。身長差すごかったよね。<laughs> そうなのよ。はい。 結構ね誰と並んでもね身長差あるのでね新潟スイーツ部猫ログはいそうですそうですそれを調べていただければ多分出てくると思います多分ね芝野ゆきっていう名前が書いてある回に私も出させて出演させていただいてます猫は好き猫好きですめちゃめちゃワンちゃんが可愛かったよってありがとうございますゆきちゃんもこたつでもなくなるの私のお家はですねこたつというものがなくてですねはい多分あのゴロゴロしないようにだと思うんですけど私のお家にはこたつがありませんレニアさんと並んだら 違和感ななくなりますかねでも私の方がちょっとちっちゃいんですよね時々近いの可愛くて好きありがとうございます本当にそれでは猫ポーズ猫ポーズあとでね僕は犬派犬派ですか私はね、まあ、飼ってるのが犬なのでね、まあ、ほぼ犬派なんですけど、まあ、猫ん別になんかどっち派とかないかな、まあ、どっちも好き。 <laughs> どっちも好き猫になりたいのもそうですね強いて言えば猫になりたいスイーツ文も後ほど見るねありがとうございますネえ JT で一番小さいです猫ログもうお洋服可愛いっ方ありがとうございます本当に白雪姫こんばんによってこんばんはゆき身長何センチ身長は148センチですこたつが好きこたつが好きですかうちは猫2匹だよいい、えー、ですね猫猫2匹いいですねゆきはこたつで丸くなれないそうです丸くなれないんです私は猫派猫派ですかその猫飼いたいって 本当,本当ですか <laughs> ぜひスイーツ部見えましたつぐみさんとそうです同じ中学でしたはい <laughs> そうですね同じ中学でした <laughs> ご自宅のワンちゃん1匹ですね 148cm の、ね、ふむふむありがとうございます覚えてくださるなんてゆきちゃん出演会がめっちゃ伸びたらレギュラーになれ,なれるかな初見です可愛い,いありがとうございます本当にうちは亀1匹 <laughs> 亀なんですね カメ一匹珍しいこんばんはって見に来てくださってありがとうございますこんばんはつぐみさんのお母さんつぐみさんのお母さんには会ったことないですねお兄さんなら会ったことあります私は昔動物は飼ってて本当ですかいいですねスイーツ部楽しかったです応援してますありがとうございます本当にうちは猫3匹えすごいあと99万9995回見ないと <laughs> 大変どこ中って聞いたのかなえ何何どこ中って聞いたのかな嘘 そん,なそんなこと聞かれた私金魚金魚と金魚とマリモね金魚とマリモえー、かわいい有名僕はウサギですウサギですねつぐみさんとはい同じ中学校でしたもしよかったらのスイーツ部でスイーツ部で話してるのでもしよかったらスイーツ部を見ていただけたら嬉しいですはいそうですね坂道推しのねお兄様がいますね はい、<laughs> お芋だもん味は何味は何丸々かったの何何買ったの <laughs> こんばんはって見に来てくださってありがとうございますつぐみさんと同じ中学校で年もそうですね一切違いますねハムスター飼ってたえー、私もハムスター飼ってました ハッシュタグおもろぶぶそくありがとうございますつぐみさん見たことありますね中学ではい同じ中学校だったのでもちろん見ましたね一個違いですねそうです一個違いになってます一個違いですね寒 <laughs> 寒い本当に外寒いですねもう風がさすごくてさ怖い風 <laughs> 太鼓できる私は太鼓できないですね 食べた瞬間止まってた止まってた何になまってたかな来年は何あ、そうですね3人がね、20歳になる年ですね初めましてって見に来てくださってありがとうございますちょっと初見マークついてないんですけどコメントかな初めましてですかねありがとうございますお芋だもん、結構お腹いっぱいになるそう、お腹いっぱいになるんですよねお芋がね、いっぱい入ってますゆきちゃんも勝ってたのかそうですね、勝ってましたゆきちゃんが20歳そうですね、だってもう19歳だもん <laughs> 中学時代のつぐみさんどうだったどうだった <laughs> どうだったもうそのまま可愛かったですよ。本当にオーラがあるというかすごくすごく。ハッシュタグありがとうございます。はい。私が何ゆきちゃんが中学生になった時にはつぐみさん。は、はい。NGT でしたね。ちらって見に来てくださってありがとうございます。ゆきちゃんが二十歳。そうですね。普通に当たり前のことなんですけどはい。19歳なのでそうなりますね。もう高校 せいじゃないですし <laughs> コメントを始めましてでしたごめんねって全然ありがとうございますコメントしてくださってチラチラって見に来てくださってありがとうございますこんな可愛いアイドルが2人もいる中学に行きたかった全然ですよもう中学の時なんて中学の時なんてもう可愛くないの何のって <laughs> 全然こんなこんなんじゃなかったですよ 水粒入部 <laughs> 入部できますかねパーティーが始まる空園行きたいけど新潟遠いそうですよね新潟ね遠い方なんですねもしよかったらねあの機会があればあの多分ね公園だと話せないかなそう。 ななんだろうねなんかちょっとしたイベントがあるといいですよねまたお米の時みたいにさみんなが集まれたりする「ゆきちゃんの飼ってる子がかわいすぎる,飼ってる,子がすぎる女の子かな男の子ですね私が飼ってる子は男の子です」「はれんとか着るのかな七五三にならないのにならないですよ」 きっとねさすがに「ハッシュタグありがとうございます」そんなことないよって今見に来ましたありがとうございますレベルの高い中学を全然ですよ「ハッシュタグありがとう」中学時代のゆきちゃん見てみたいえぜ、ー、ひ見てほしいゆきちゃんの身長だと中学生にも間違われるはずそうですね間違われることありますね身長は中学生の時から同じいや高校生の時も伸びてましたねつぐみさんが中学生時代ゆきちゃんも NGT に加入すると思ってましたかどういうことだ あえでも受けてはいたんですよ2期生さんも受けたしん別に自分が入れる絶対入れるだろうとかは思ってないですけどあの受けてはいたので、まあ、平等にねみんな平等に入るチャンスはあるのでもしねこれからまた他の,私,の私にもしも後輩ができるとしたらその子たちにも平等に入れるチャンスはあると思うのではい <laughs> 入れるチャンス をどうやってつかむかですよねこんばんはって見に来てくださってありがとうございます一緒に学生生活を過ごしたそうですね過ごしたい人生でした水つぶーツ部はさい理香さんもいますこんばんはって見に来てくださってありがとうございますちらっと見に来てくださってありがとうこんばんはって見に来てくださってありがとうございますゆきちゃんのワンちゃんはゆきちゃんと仲いいの <laughs> 仲いいのってどういうことだろう <laughs>？ 仲悪いことある <laughs> 面白い NGT に入ってくれたユキちゃんを全力で応援しましたありがとうございます本当にこんばんはって見に来てくださってありがとうございます「ハッシュタグおもら部不足」もありがとうございますつぐみさんったから NGT に憧れたとこえっ、ー、とねもともと1期生さんの時に受けようと思ったんですけど多分年齢があのまだ私小5だったんですよ小学5年生かな1期生さんの時はだから受け 受け入れなくてというかあのー、ママにママに応募のこと聞いてなくて受けなかったんですよね確かかえりさんとつぐみさんがおのなじみえー、そうなんですかかえりさんの過ごしたい人生でしたってついにゆきちゃんから見てもらった「柴野先輩」ちゅですごいですかね2期生で入ってもゆきちゃん推してたかな本当ですか 本当ですか後輩になりたかった人生他にも <laughs>。ちょっと4期受けてくる <laughs>。こんばんはって見に来てくださってありがとう。昔の会社の同僚の娘さんがアイドルになってて驚いた。えそうなんですかこんばんはって見に来てくださってありがとうございます。そう、私もね、私もお友達がね、アイドルをしてるんですよ。高校の時かな。 私の高校の時のお友達もねアイドルしてて私があのお披露目の写真あるじゃないですか私の私のお披露目の写真がツイートされたやつをリツイートされててリツイートしてくれててそうなんですよねお友達アイドルなんですけど <laughs> めちゃめちゃ可愛いいのでもしよかったらねフォローしてほしいんですけど。<laughs> はいめっちゃ可愛い子ですもう可愛いもう顔がちっちゃいあ初見ですって初見さんありがとうございます見に来てくださってこんばんは父の娘さんが双子で法廷と加入希望です n g t のうきさんにどうえや是, <laughs> 是非是非合格した時その子が喜んでたの覚えてるよ本当ですかそうかーってなんて子だろうって <laughs> はい名前出していいんですかね分かんないんですよねはい <laughs> 新潟のアイドルではないですね東京の方でアイドルしてる子なんですけどそうですねあの多分私のお披露目の写真をリツイートとかしてくれた方を当たれば分かるんじゃないかなって思います <laughs> はいそう私のことをねそうリツイートしてくれてて そう本当にね感謝です <laughs> はいめちゃめちゃ可愛いですよめっちゃ星になった嘘めっちゃ星になった何だろう何て書いたの <laughs> そういえば見たことあるかもって本当ですかそうそうなの公式さんのやつですね あの引用か引用リツイートしてくれたのかなコメント付きでなんかあのツイートしてくれてました間に合ったってよかった初見ですさありがとう双子の後輩ができたらゆきちゃん見分けつく違いが分かるえどうですかね一緒にいる時間が長ければ見分けはつくんじゃないでしょうか <laughs> 大好きですってありがとうございます本当に分かるかなって <laughs> わかるかなもしよかったらね皆さんその子のフォローもお願いしますね <laughs> ここでここでおすすめしちゃう可愛い,いなとってありがとうございます本当に全然じゃちょっとスクショタイムしますねちょっともうそろそろ時間だよねスクショタイムしますお願いしますどうしよう やばい時間もう終わんないとどうしようなんかあるかないやでもこれはやめよう ね、さすが大越さんのいちオしえわ私私私とか <laughs> ありがとうございますスク,スクショタイムスクショタイムしてくださってありがとうございますほんとにおもら部ぜひおもらぶ使ってくださいね初見さんも <laughs> もしよかったら今日見に来てくださった方あの今フォロワー3000人目指してるので フォローよろしくお願いします。お星様集めに来た方いるでしょう。お星様集めに来た方も、もしよかったら私のこと推しにどうですかもしよかったら推しにしてください。じゃじゃん。星を集めに来た方、私を推しにどうですか <laughs> 村長さんに押されてるんだって、押されてるんですかね、私。わた、私、あの、押されてるんですかね。どうなんですかね。いますって <laughs>。 そうなんですか。私押されてるんですか。ちょっと存じ上げていなかった <laughs>。もしよかったら、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあちょっと自己紹介をね、はい、したいと思います。はい、自己紹介します。N G T forty eight 三期生の柴野由紀です。由紀ちゃんかゆっきーって呼んでくれたら嬉しいです。二千三年十二月四日生まれの十九歳で、血液型は A 型です。サイリウムカラーは青と白です。 もしよかったら覚えていってください。今フォロワー3000人目指してるのでもしよかったらフォローの方もよろしくお願いします。少しでも気になる方はまたあ日たも配信するので見に来てくださったら嬉しいです。はい、あの通知とかはね全然あの切っていただいて大丈夫なので、はい、もしよかったらねガチガチで見るって方は通知切らないでください。 はいあのまあ、とりあえずフォローしとこかなって思う方は、はい、あの全然通知切ってもらっても大丈夫なので「はじめまして」ってコメントありがとうございます優しいもしよかったらねコメントもねよろしくお願いしますはじめましてもしよかったらこれからも是非よろしくお願いしますはいじゃあもうそろそろねお時間が来てしまうので終わりにしたいと思います はい、<laughs> じゃあちょっと壇上だけね。先にお読みします。13位よちくんさんありがとうございます。12位何んて読むんだろうね。何て読めばいい？何て読むの？何 <laughs> て読むの？これ何て読むんだろう？なんとか屋さん何て読めばいい？このお名前？ちょっとコメントコメント助けてください。<laughs> コメント助けてください。12位の方のお名前なんて読めばいいんだろう？ 困ったちょっとご本人さんコメントしてくださったら嬉しいんですけど12位ダイヤさんありがとうございます11位ビッグラブ子さんありがとうございます <laughs> はい10位ココリコさんありがとうございます9位渋,渋谷 るさんありがとうございます。8位、チコアドーナツさんありがとうございます。7位、大イサクサクサクさんありがとうございます。6位、松尾さんありがとうございます。5位、リ介さんありがとうございます。4位、川さんありがとうございます。3位、グチさんありがとうございます。2位、おじゃさんありがとうございます。1位、レワのひじさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。あちょっと、ワンちゃん来たかもしれない。ニコニコニコちゃん。ニコちゃん。 ニコちゃんちゃんおいでニコちゃんおいでーニコちゃんおいでーニコちゃんおいでー <laughs> おおおおお,おじゃじゃん <laughs> ふんふんしてるんはいということでイエーイ <laughs> 取れた はい。ということでね、終わりにしようと思います。バイバイ。<laughs> バイバイ。<laughs> 終わりにしようと思います。<laughs> はい。いいタイミング。<laughs> はい。ね。ね <laughs>。 バイバイ見てくださってありがとうございましたもしよかったらまた明日もお願いしますフォローもね今3000人目指してるのでもしよかったらフォローもよろしくお願いしますバイバイあくびしたねあくびしてたバイバイまたね